軍で以前使われていた標準的な重戦術トラックである正確にはトラックカーゴハットン 4x4 トラックシリーズと呼ばれるこの車両は後にヘントに代替されたキャタピラー車のコアは連結装置で接合される車両であること水陸両用車であること非常に幅広で車輪にサスペンションを装備しないことなどからトラックとしては 特色あるものとなった。1950年代中盤、アメリカ陸軍では、極度のオフロードに耐え、また、特に搭載容量を相当に増強した新型の戦術トラックシリーズを模索していた。以下の軍事雑誌の記事によれば、アメリカ合衆国総甲部隊委員会が1956年1957年、戦術応用能力の調査と試験を開始している。 内容は、商業ベースで、利用可能、大型、送輪式、屈曲式の走行装置を持ち、重装能力を持つ装備であった。この結果、四輪駆動で全地形を走破でき、様々な車重を持つ車両の開発契約が、クラークエクイップメント社、ルターナーウェスティングハウス社、そして、キャタピラートラクターカンパニーに与えられた。クラーク社は、 カミンズ6気筒ディーゼルエンジンで駆動するモデル75ログスキッターをベースとして5トン試作車を提出した。キャタピラー車の提示は8トン級であり、XM520、XM553、XM559 と呼ばれるものだった。ルターナーウェスティングハウス社は、15トン級車両で3種類の派生形を提案した。XM437 カーを、 XM438 輸送車、そして XM554 レッカーである。例外なくこれらの試作車両は2つの部分から構成されていた。機関室と操縦区画は前方にあり、後方部分は主な輸送用区画として用いられている。そのため走行装置は従来の前輪を旋回軸とする走行とは対照的に前方のユニット全体と後方を 連結装置で接続することで達成された。大型の車輪は大きく低圧のタイヤを装着し、干渉装置や走行装置を一切持たず、設計が極めて単純化されていた。不均一な地形でも地面に車輪を置き続けるという命題から前方と後方のユニットは、ただ単純に垂直軸方向のみに旋回するのではなく、車両の長軸方向にも旋回する。 特徴的な連結装置を持っていた。キャタピラー社の設計は試験で良好に作動し、1960年にこの企業は数百万ドルの予算で8両のハットンカーゴトラックを開発する契約を与えられ、配備は1961年から1962年となった。また、 同様に2両の10トンレッカー及び2両の2500ガロン輸送車が1962年に登場した。他には1963年に23両が発注され、1964年にドイツで実地試験された。1966年にはベトナムでも試験が行われた。結局、1971年になって、 初めてキャタピラー社は1300両の生産契約を受けた。812両は M520 カーゴ、371両は M5592500 ガロン輸送車、117両は M553 レッカーである。1972年に量産が始まり、1976年6月までに終了した。車両に自前のクレーンをつけた際には、 この輸送車の派生型は M877 と故障された。M559-2200 ガロン輸送車型。水陸療養機能が与えられているキャタピラー車は長軸方向に20度屈曲し、30度の側面傾斜に対応できる連結装置などの高度な重装能力だけでなく、水中で推進力を生み出す車輪を使用して、完全な水陸療養機能を付与していた。 後方のカーゴベッドに付けられた後部開閉板とドロップサイドドアは速やかに荷物を下ろすことができ、またユニットの浮き航能力を保つために水密化されていた。アメリカとベトナム戦争の関連では他のトラックが行くことのできない場所でもゴアは行軍可能であるという評判を高めた。また本社は1966年に導入された量産以前の車両であっても、 舞台に好まれた最強級車両の一種だった。1972年までに初期ゴアの予備部品がアメリカ陸軍目録の公式な補給品でなくなっていてもこれらの車両は90%の稼働率を達成した。しかし本社は干渉装置を欠くために硬い地表で弾みすぎる傾向があり大多数の操縦士は時速5 0トルの最高速度で走ることを避けた。 硬い道路で跳ね上がりを最小限に抑える方法は最高速度で左右へと穏やかに車体を揺することだった。排水ポンプは退屈した操縦士による最上の噴射器として路上を行く輸送隊列にしばしば避難された。彼らは車体に水を溜め込み操縦士が高圧ポンプを切り替え通りすがりや対向車に水を浴びせるいたずらをすぐさま退得していた。 くらつく操縦席もまた危険なものでエンジンを切って車両に出入りすると操縦ハンドルに圧力が加えられエンジンがかかった瞬間警告なしに車体全部が旋回したまた本社の特大の寸法も一般的に取り扱いが面倒であることがわかりそこで1980年代には路上での良好な挙動と路がいでの十分な性能を合わせ持った 押しこしヘントシリーズに代替されていった。ゴアの供給は余剰だったため、M151 マットジープと同じ非武装化指示が実施された。車両の残骸が売却される前に、走行特動系統の重要部品が破壊された。このため、私的な収集家や、博物館にごくわずかな車両のみが残存することとなった。ありがとうございます。